はい、どうもこんにちは。ハロログカメラの原と申します。今日はルミナーネオの購入方法と、あとはインストールの方法について紹介していきたいと思います。はい、まずこちらがですね、ルミナーネオの、ホームページです。最初にアクセスすると、このような画面が表示されます。これはクッキーの許可の画面でして、基本的には許可、アセプトオールで問題ありません。で、人によってはですね、こちらのトップページが日本語表記になってない場合もありますので、その場合はページの一番下のこちらの言語をですね、日本語に切り替えてください。はい、で、このページが、ルミナーネオの商品紹介ページとなっていまして、いろんなルミナーネオでできることでまとまっていますので、まだ見たことない方は、ぜひ見てみるといいかなと思います。で、購入はですね、こちらの紫色のボタンから行いますが、無料のダウンロードというところからは、同じく製品版を7日間無料で使用することもできますので、無料版についてまだチェックしてなかった方は、こちらもチェックしてみるといいかもしれません。はい、すぐに欲しいよという方は、こちらの紫のボタンから進んでいきましょう。ルミナネオにはですね、3つのライセンスが用意されています。はい、まずはですね、左から、月額払いのプランと年額払いのプラン、そして、買い切り型の生涯プランとなっています。まあ、一番お得なのは、買い切り版なのかなというところかなと思います。はい、で、機能については少しこちらの、月額年額と、買い切り版では異なっています。で、具体的には拡張機能というものがですね、デフォルトでついているか、プラスアルファでつけるかというところが大きく違います。はい、で、こちらの拡張機能なんですけれども、例えばこの HDR マージのような、多重露光をするような機能だったり、ノイズレス AI といったような、ノイズを消すんだけれども、ディティールは残すと、そういった、AI を使った、素晴らしい機能がいろいろ入っているというものになっているということです。はい、まだ使えない機能も多くてですね、これからいろいろと出てくるのかなと思いますけれども、私自身も実際にお仕事でルミナネを使っていますけれども、基本的にこのデフォルトのライセンスで全て完結しているので、今のところこの拡張機能っていうところは使わないかなと思ってます。はい、なので、拡張機能を使いたい方は、少しこういうプラスアルファ障害版に加えてしまうとかなりお高いので、こちらの年間であったり、月間というところを使うのもいいのかもしれません。で、あとですね、年間版についてはですね、過去にルミナーを購入したことがある方については、特別価格で購入できますので、そこもぜひチェックしてみてください。で、具体的な購入方法は、下の方の今すぐ購入から実施することができます。はい、で、こちらが画面なんですけれども、電子メール、アドレスと、あとはクレジットカードやペイパルといったところで必要情報を入力してください。また、プロモーションコードについては、年額払いのライセンスのみですね、1000円引きを適用することができます。で、購入を行うと、こちらの登録した電子メール宛てに、アクティベーションのやり方について案内が来ますので、次のインストール編のところで、詳しく紹介していきたいと思います。はい、ではここからですね、ルミナーネオのインストールとライセンスのアクティブ化について、内容を説明していきたいと思います。で、先ほどですね、購入画面に打ち込んだメールアドレス宛にですね、このルミナーのですね、管理画面のアドレスがきっと送付されていると思います。で、そこですね、ログインしていただくとですね、このような画面が表示されるかと思います。具体的なやり方については、こちらの指示というところにですね、やり方が書いてありますので、ここを参考にされるといいかと思います。はい、アクティベーションをする際には、ライセンスがアクティブ化されている必要がありますが、アクティベーションここのボタンからですね、行ってください。はい、僕の場合はすでにもうアクティベーションしてしまっているので、このように表示になっていますけれども、初めて、アクティベーションしようという方は、ここはアクティベーションしてくださいというような内容になっているかと思います。こちらの画面でアクティベーションしたものを使えばですね、あとはソフトの方でログインをしていただくことで、ルミナーネオを使うことができます。
はい、ということでですね、簡単でしたが、ルミナーネオのインストール方法については、これで説明以上となります。ハロログカメラはですね、基本的にはブログの方で、ルミナの使い方だったりとかですね、レビューといったものを行っていますので、ぜひ、興味がある方はですね、概要欄の方から遊びに来ていただければと思います。はい、それでは、今日は、この辺でおしまいにしたいと思います。はい、良いカメラライフをお送りください。それでは。